ムジナモは、毛戦ゴケカ無ジなモ属の多年草の水生植物であり、一族一種の食中植物である。種子からの発芽浮遊性の水草で、根は、発芽時に養根があるだけで通常はない。葉が、葉エトリり草と、同じく二枚以外のような補充器官になっており、動物プランクトンを捕食する。細長い茎を中心にして、補充用が、風車のように放射状に隣接する。 植物全体の印象は、似た和名を持つ小さな袋状の補充用を持つ、タヌキモが二次元的、平面のように広がって、見えるのに対し、ムジナモは三次元的、円柱のように見える。和名は、その形がムジナの尾を連想することから付けられた。英名は、ウォーターウィールプラントと水車の名が与えられている。茎は5センチメートルから30センチメートルほどの長さになり、 火器には1日に1センチメートル伸びることもある。途中で脇芽を出して枝を伸ばし、規部が枯れ落ちていくことで分離、増殖していく。傭兵の長さは5ミリメートルから8ミリメートルで、その先につく補充用は5ミリメートル程度。補充用の内側には、ハエトリグサと同じく間隔毛が生えているが、数は約40本と多く、1回の刺激で葉が閉じる。 閉じる速さも50分の1秒とハイトリグサより、はるかに早い。しかし補充量が小さく、水中にあるため観察は困難である。葉を閉じると強作運動を行い、消化酵素を出し、養分を吸収する。陶器は先端に陶芽を作り、水底に沈んで越冬する。春になると陶芽は浮上し、水温の上昇とともに成長していく。 7月から8月、水温が30度を超えるようになると、茎の途中から花茎を一本伸ばすが、花を咲かせることは稀で閉鎖下の状態で終わってしまうことが多い。開花は昼の1時間から2時間ほどで、白もしくは緑白色の小さな花が一つ咲く。種子は翌年の初夏に発芽する。世界で初めて発見されたのは17世紀末のインドで、 その後ヨーロッパとオーストラリアで発見されている。最初の発見地であるインドの他に、ロシア、オーストラリア、フランス、イタリア、ドイツ、オーストリア、スイス、チェコスロバキア、ハンガリー、ユーゴスラビア、ルーマニア、ブルガリア、ガーナ、スーダン、カメルーン、タンザニア、ボツワナ、日本などで発見され、南北アメリカを除くヨーロッパ、アジア、 アフリカに点在することが知られた。しかし、その後それらの地域の自生地の多くで近代化に伴う水質汚抱くや開発などによる埋め立てで絶滅している。イギリスやシベリア等から花粉や種子の化石が発見されており、表記前に熱帯から気体と分布を広げたと考えられている。1950年代にロシアとボツワナでの報告の後、 一時日本以外の自生地での生息が確認されず、放ジ寺沼がムジナも最後の自生地と言われた時期もあった。しかしその後ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、ロシア、オーストラリアなどから再発見の報告が届き、現在も細々とではあるが世界各地に分布していることが確認された。また、スイスなどでは人工的に自生地が復元されたりもしている。 日本でも1890年に発見されたが、現在では野生の状態で見ることはできない。都市開発や河川改修などによる生息地の破壊、排水による水質汚濁や不栄養化、森林伐採による土砂流入などにより生息数は減少している。宝蔵寺沼無事なも自生地姫路市立手柄山温室植物園の植中植物展にて、 日本日本では1890年に江戸川河川時期の養水池で牧野富太郎により発見された。柳の木に持たれて、ふと水面を覗き込んだらそこに浮遊していたという話は愛好家の間では特に有名である。同年11月発行の植物学雑誌において無事なものは妙が発表され、翌年には花の解剖図を描き、 開花が見られなかったヨーロッパにおいて文献に引用された。ムジナモの発見とその後の事態は、マキノの名を世界に広めることになったが、そのことが当時出入りしていた、東京大学理学部植物学教室への出入りが禁じられた件に関係しているとも言われている。1990年には、ムジナモ発見100周年を記念して、発見地近くに石碑が建てられた。 1890年に江戸川で発見されてから、霞ヶ浦や、久子池、品野川流域、京都府の小倉池や御泥川池、三重県の長島町と昭和初期にかけて発見が相次いだ。多たら沼、小岩村、小倉池、雪松村など国の天然記念物指定を受けた自生地もいくつかある。干拓事業などによる自生地の消失、魚や、 アメリカザリガニなどによる食害、農薬や生活排水の流入による水質汚染により各地で絶滅。最後に残ったハブ市の宝蔵地沼も1966年に国の天然記念物に指定されたが、同年台風による利根川の水害でほとんど流されてしまい、残った個体も流入した農薬の影響を受け、1967年に絶滅した。 幸いに成功していた個体が残っていたため、種としての絶滅は免れた。宝蔵寺沼では、無ジガモが放流されて増殖が試みられており、国の天然記念物指定を受けたままになっている。ただ、現在の宝蔵寺沼は草食性魚類が優勢であり、放流した無ジガモのほとんどが、翌年までにはこれらの食害で消失してしまっている。他にも、自生地の復活を図って放流、 増殖が試みられている池がある。現在市場に出回っている日本産のムジナモはほとんどが放造人沼産と言われている。埼玉大学の研究グループがクローオン増殖の方法でムジナモの実験材料としての供給を可能としている。羽生市の埼玉水族館で実際にムジナモを見ることができる。埼玉県のレッドデータブックでは野生絶滅に分類されている。 絶滅危惧エール一般的な園芸植物と比べて知名度が低いほか栽培が難しいこともあって一般に利用されることは少なく一部の愛好者たちによって栽培される程度である。種が天然記念物に指定されているわけではないので一般人が入手することは可能。しかし扱う店は少なく食中植物を扱う一部の園芸店で入手できるほか 稀に、熱帯魚屋で水草として販売される場合がある。また、オーストラリア産の赤いムジナモが輸入されているので、入手できることもある。日光を必要とし、水は常に、弱酸性、品栄養を保つ、要管理することが必要である。そのために、日当たりの良い場所に、深めの容器を置き、底土を入れて、注水植物を植え、稲わらを入れて、 弱酸性の水質を維持させる方法がよく用いられる。最近では稲わらの代わりに無調整ピートも用いられている。栽培する上での一番の障害は青み泥である。青み泥が増殖するとムジナモにも巻きつき、ムジナモは弱ってしまう。面倒でも青み泥が発生したらこまめに取り除くことが必要である。あまりひどい場合には焼きミョバンを少量水に加えることで、 駆除できるが、水質を変化させてしまうのであまり好ましくない。沼エビやタニシなどの生物を入れることである程度は、青緑の増殖を抑えられる。生育条件が揃えば、分岐を繰り返し、一夏で数十倍に増殖するが、突然すべての個体が弱った挙句子することもあり、良好な状態を数年にわたって維持させることは、困難である。肥料を与える必要はないが、 餌としてミジンコを水中に入れてやるとよく捕食し成長に良い影響をもたらす。ミジンコは池や田んぼ等で採取するか別の容器を用意して育てる。ありがとうございます。